よし、じゃあまず第一問です。うん、これは数と式の計算ですね。えっ、ー、と二つの無理数が絡んだ関係式があるそうです。一たすルート三足す六分の一、1それから b は一引くルート三足す六分の一。えっとね、この問題まあいろいろまあ問題文が今一に三つあるんですけども、実は結論はね。 ここれれ作者ののの意図を読むっっっっててててすすごく重要要でねねはこの2つ足足してみやがってってんよ、A ね、いきなりそう言われるとなんかあぼぼぼってなりそうですよね、えー、ところが制作者の方はまあ誘導でこの誘導に乗ったら足し算簡単にできるよっていうふうに実は言ってるっていうことに気づけるかどうかです、えー、やってみましょう、えー、いきなり足し算はちょっとしんどいだろうじゃあまず掛け算 A と B の積、えー、これを計算してごらんっていうふうにえ言ってます しかもその値が手前で計算のヒントまで出てますね。1プラスルート6の2乗引くことの何とか分の1ってなってますよね。まあ掛け算ですから単純に分母をこれかけるだけです。でその掛け方は多項式になってますからね。3つのこう3つのこの積を1個1個やるとしんどいのでこれはもう塊としてこんな風に見えるかどうかですね。それはここのえっとここの部分のマイナスここの1と あごめんなさい6は抜けまこうね1とそれからここのルート6ここがね符号が一致してますよねでそれ以外がまあプラスとマイナスっていうところでこれは2乗引く2乗の形を作れって言ってるだけです、はい、つまりこの式 1+ ルート6足すことのルート3分の 1×1+ ルート6引くことのルート3こんなふうにね見えれば。 引く2乗で、えー、そこの式の形になるんじゃないですかねまあこれ辺は誘導に乗ってあげてくださいしたがってまず答え 1+ ルート6の2乗引くことの3、えー、分の1はいっていう形で、えー、この問題の「あ」の答えはまずここ3ですねっていうことがすぐわかりますでまああとはこれを計算しろと言ってるんでこれはもうねただの2つの項の2、まあ、乗ですから計算はあっという間に終わらせましょう一気にやっっちゃっていい二乗二乗すで7 すで後ろにあるってことは44足す2ルート6分の1って形になの、ね、であとはこれは有利化をして、えー、おしまいにしてくださいと言ってるんで、えー、こちらの方は有利化をしてやっておいてください、まあ、このままこれ4引く2ルート6を、ね、分母無視かけて、えー、やってもいいし、まあ、2の倍数は外を出してからやっても、えー、大丈夫です、えー、こちら側もお任せします有利化をしてあげてください一応書いておく一応書いておこうか、はい、4引く2ルート6を 分母分子にかけて計算をしてあげてください。そうすると答えは2分の4引くことのルート六。はい、っていう形でねこれはもう5分もかけちゃだめですよ。もう3分ぐらいで処理してください。はい、えー、じゃあ次ですね。それから次。えっ、ー、と A 分の1たす B 分の1を今度は計算してごらんって言ってますね。隣いきましょうか。はい。これね、普通に足したらしんどいでしょ。でも逆数を足すだけだったらだって簡単でしょ。だって A っていうのは。 汚い形分の1、B についても汚い形分の1、でも逆数を取ると、それがひっくり返るので、えー、なんとこれ1、1+ ルート3、足すことの、ごめんなさい、ルート6、足す、えー、こちらは1引くルート3、足すことのルート6、ね、ただにこれ、足すだけ、はい、ルート3をこうやって消えちゃうんで、答えは 2+2 ルート6ですか。はいっていう形で、これ、あっという間である以上により、A、a+b すを計算してくださいねって言ってるんです。 さあってことは今2つの式もう一回確認しましょう A と B の積は今出しましたよねそれから A 分の1たす B 分の1こいつの値も出したんですよだからこれを使ってなんか和の形できないかなっていうね見えたこれ通分すると AB 分の A たす B でしょあ A たす B 出てくるじゃないですかはい回答はこんなふうに言ったんじゃないですか AB 分のはいこれ A たす B こいつの値がだから2たす2ルート6なんですよ で、出てきた、A+B ね。で,あでも、AB の積がなーって出したじゃん、今。はい従って、答え、A+B は、はい、2 2 √ 6る a b で、AB の積は先ほどの式の値から、2分の4ー√ 6ですか。はいということで、あとはこれはまあ、えー、と2はこうやって、ちゅっちゅっちゅって約分して、1+√6 と4ー√ 6, 6これをあとは積で計算してあげれば。 出てくるんですかね。はい、っていう形です。あ、ごめんなさい、二じゃなかったですね。失礼します。ちょっとごめんなさい、戻ってくれますあ、二じゃなかったですね。あ、ごめんなさい。あ、先生やっぱ緊張してるのかもしれないな。申し訳ないな。ここ二じゃないわ。これ有理化しておいてください。これ四でしたね。ごめんなさい。四分のごめんなさい、えー、っと四分の四引くルート六ではなくて、あ、失礼。ここでも間違えてる、こあらららら。出バからすみません、間違えてましたね。これ四分のごめんなさい、ルート六引くことの二でしたね。あ、ごめんなさい。 ここ間違えたわ4分の6ですあー今、直しといてね、あ,のあれ、おかしいな、これ、先生、間違ってたと思ってる子、4分のルート6引く2です、失礼しました。と、はいうことで、ごめんなさい、こちら側に戻って、答えは、はいちょっとこれ、訂正しましょう。4分の失礼しましまたと、はいうことで、これ、あとは計算はしておいてください。これはもう、間違いなく言いきましょう。2分の4 6 と、はい、いう形で、えー、答えはあこのような形で書けばまあ容量がいいということですね、えー、間違っても普通に足したりするのはやめてくださいということであらまあ先生緊張しちゃってるのかな出花ですから、まあ、徐々にあのペースというかね加速していきますから、えー、と一応あの最初のところっていうのはねパッと見た時には複雑そうに見えるんですけども、えー、しっかりとねこう誘導に乗ってあげること洗濯みたはねこれすごく大事なんですよだからいきなりね あのそのまんまをこう見ながらこう回答を変えちゃだめですよ、しっかりと誘導に乗ってあげてください。はいということで、これが1番のお初っぱなですね、えー、大丈夫でしょうかね、えー、とちょっと不安なんですけど、もう一回確認してみるな、大丈夫ですね、あが3、えー、それから、えー、と次のおいうがあー4分のルート6引く2、それからあー a をこれが2プラス2ルート6、そして最後の a たす b、これによって2分の4引くルート6、大丈夫ですね。よしし怖いなどどんどん行きましょうじゃあ、えー、括弧2番です はい2番、これもあの去年と同じです、えー、つまり集合と論証の話で結構ね、えー、文章がややこしいんで、しっかりと数学的に、えー、論理的に、ね、矛盾がないように追っかけていってください。間違っても適当に答えを与えましちゃだめですよ。はいじゃあ、いきます、2番。えー、今、三角形に関する条件 PQR を次のように定めましょう。一応書いておこううかなうーんと内角 えーと P、はままず3つの内角が全て異なりますそれから Q の条件が、えー、直角三角形言葉がややこしいねこれ出ないっつってんだいい直角三角形ではない、えー、っていうような集合を Q としましょうそれから R、えー、これは45度の内角は1つもない。 以以上3つのの集合ににいいて以下の問いに答えましょうちなみに条件 P の否定を P バーとし同様に Q バー R バーはそれぞれ QR の否定を表すものとするこれはもうねバーをついたらそれは否定だっていうのは教科書にも載ってあるこれは記号ですからねはいじゃあまずカッ一1番えー、と命題 R ならば P または Q この命題を求めなさいだって。はい R ならば P または Q っていうのは記号で言ったらこうね、もう記号で書いていいでしょ、ね、R ならば P または Q、この待遇を求めなさいって言ってますね。じゃあ、こいつの待遇って、なんでしたっけ待遇、えー、っていうのは基本、ともに否定をして、そう、ひっくり返したもの、これが待遇でしたよね。ということは、待遇はこうじゃないですか、えー、とまずこいつをそのままひっくり返す、つまり P または Q のバーならば、 はい、えー、この R ではない、つまり R バー、これが答えでしょうね。えー、とただ、この記号、これ、P または Q のバーっていうのが、0、1、2、3のどこにもありませんね、これね。はいということで、ここである有名な法則を使うんじゃなかったっけ、もうこれ、集合ではもう鉄則ね、それがド・モルガンですよね。P または, P またはあ Q のバー,、えー、それはバーをバラバラにして、またはをかつにひっくり返せば。 それと等しかったよな、はい、つまりこいつ P バーかつ Q バーあ Q はこれ大文字よりも小文字の方がいいのか失礼小文字にしておこうか、はい、P または Q のバーえそれは P バーかつ Q バー、ね、これと等しいんでしょ。と、はい、いうことでこれに当てはまるものはどれかというと P バーかつ Q バーですからえ丸一番これが正解でした、はい、答えは丸一番です。 これは大丈夫ですかね？これはどう思う？癌の確認です。じゃあ次に行きましょう。これがねちょっと難しかったかもしれませんね。今回、あの平均点が若干下がるってったところ。では、もしかしたらこれ適当にね。あの番号とか決めちゃってる？子っていうのは、こういったところでバサッとね。引かれたりしますから、気をつけてください。えっ、ー、とちょっと読んでいきましょうかね、えー、次の0から4のうち命題 p。または q ならば r に対する反例となっている三角形はどれかつっ,ってます。えっ、ー、とちょっとじゃあ右側に行きましょうか？ ちょっと書きますよ。命題はねこう言ってるわ R ならば P またはっていうのはもう書いてこれでいいな P または Q、えー、こいつの判例ですあごめんなさい逆ですねおかしいなけど先生なんか緊張しちゃってんのかなはいごめんなさいもう一回やり直し P または Q ならば R だこれな、ね、こいつのあ判例です いいとしてて、えー、成り立っている三角形を求めなさいっていうことはまずこれ P または Q ってこれどういう意味でしょうね、えー、とそれが先ほどの最初の条件の集合ですねちょっと見てみましょうか P ってのは何かっていうと内角が3つの内角がすべて異なるもしくは、はい、Q って何かっていうとこれは直角三角形でないならば必ず R つまり45度の内角は1つもない。 まあ本来はこれのまあ真偽を図るんですけどもここで実は判例って言ってるってことはまあこれは成り立たないってことをまあ意味してるんですけどもね、はい、ちょっとこれ言葉もう一回書いておくこれ、えー、と P っていうのが要するに内角、まあ、3つのって言ってつの内角がすべて異なるでもしくはえ直角三角形でない。 ならば四十五の内角は一つもない。さあ判例を見つけろって言ってますんで、これに要するに、えー、当てはまるものってのがゼロから四のうちどれかでしょうね。えっ、ー、とまずはこれが成り立つならばって言ってますから、これ成り立ってなきゃばダメですよ。つまり内角は全部異なってて、えー、それから、えー、もしくはだよな、もしくは角になりますからね。もしくは直角三角形でないって言ってますから、えー、そうすると途端にこれ却下されるのがどれかわかる？それはゼロ、ゼロ、えー、これ。 直角角二等辺三角形って言ってて言ますよねこれおかしくないですかこれならばって言ってるのに直角二等辺三角形ってことはまず3つの内角は異なってないですよね二等辺三角形って言ってますから2つ等しいですよねで。ってことはこちら側は当てはまらないからこっちが当てはまってなきゃいけないんだけども直角三角形って言ってるよこれ。えってことはゼロはもう速攻でもうアウトですこれ最初の条件の段階で終わり。はい、えー、で続いて、えー、と1から4なんですけどもここら辺が非常に分かり,やす分かりにくいですよね。えー、実は この、P、または Q を、えー、満たしているものはどれかというと実は1から4まではすべて満たしちゃってるんですよこれいい、例えば1番は内角が30、45、105の、えー、三角形ということは全部異なってますから条件満たしてますよね。いいっていうことです、これ。であるいは2番、えー、これ正三角形って言ってるけどそう直角三角形じゃないからこれも、OK、ですね条件満たしてます。で、3番、三辺の長さが3対4対5の、えー、三角形。これも え要するに直角三角形なんですけどもお内角は全部異なってるはずです。それから4番は、えー、っと45度の長角の二等辺三角形ということはこちらは成り立ってないけどもお直角が,が45度ですよね。ということはどういうことかといったら直角三角形ではありませんからこれも満たしています。ということは1から4は左側は OK です。ということはあとはそれが R でなければいいんですよ。R、だっていうものの反例ですからねつまり45度の内角は 一、えー、つもないと、えー、いうところで、えー、否定してしまえばあいいんじゃないですかそうするとねこれうちどれが次否定されるかっていうと,、えー、と判例を探すんですよ。判例ということは、えー、これ45度の内角が一つもないものっていうのがこの中でありませんかそれは2と3これ正三角形っていうのはこれね45度ありませんから全部60度。ってことは、えー、P または Q ならば R これを満たしちゃうでしょこれ。 満たししちゃうででょだって45度ないんんすもんそれからもう1個丸三番これも3辺の長さが3対4対5っていうのはこれ直角三角形だっていうのはいいですよね。でここ90度ですからこことここなんですけどもそうこれ45度のはずありませんからねえつまりこれも45度の内角は1つもありませんつまり2と3っていうのはこれ P または Q ならばこれ R これを満たしちゃいますこれ。 満たすでしということは判例ではない判例ではないということですだから答えは、えー、とー残りの一、それから ④ えー、これはあ満たしちゃってるっていうことですねはいしたがって判例は見つかりましたまあ確認だけしますだって内角が30度45度105度の三角形はこれを満たしているならば、えー、45度の内角は一つもないいいやいや45度一個ありますからねはいしたがってこれ判例ですそれから四、えーえー、番についても同じですね こっちを満たしてるけども聴覚が45度だから満たしちゃってますから答えは1と4これが正解でしたはいっていうことですじゃあラストねだからこれ必ず根拠を持って答えを書いてくださいこれ適当にやってる子残念これ点数落としたんじゃないですかはいまあだ言ったやん適当にやってもね数学はね当て感は絶対通用しませんからねで大体ね中途半端な知識持ってる子ほど外しますからねもうなんていうかなそのせなんて制作者のねこう意図にこうハマっちゃうんですよねいい本当に適当に選んだ子は合う可能性もあるかもしれませんけども。 ある程度こう考えてっていうのはね本当にミスりやすいですからね、国語とか英語でもよく起こることですね。はいじゃあ、ラスト、カッコ3番、えー、R は P または Q であるためのこれ何条件ですかっていうもうこれ集合論証の、ね、必要十分のこれ典型問題です。えー、とやり方はあ矢印の向きに沿って、えー、どっちが成り立つのかっていうのをしっかりと調べてあげてください、R とそれから P または Q ね、大丈夫ですか えでこれもいきなりここからまたよしここから考えるとじゃなくて誘導に乗ってあげるんです。えっ、ー、とどっちがすぐ分かるかどっちがすぐわかるかそれは2番より P または Q ならば R は進化期がって言われたら反例見つかっちゃったんよ。いいしたがって P または Q ならば R そうこれは速攻でアウトですいいなぜならばこれ反例があるからいい反例かっこ2よりですこれ。でしょはははははいいここことととちら側は成り立たなあ こっち R ならば P または Q えこれが成り立つか成り立たないかです。いいでこれの真偽が分かれば R は何条件ですよってことが分かりますよね。OK? どっちだと思う、えっとこれも丸かバツかのこれ二択になりますからどっちの方が多いのかなってね適当にやったらなんか大体丸かなみたいな <laughs> っていう子もまあ多いまず、あ、実はこれ実は丸なんですけどもね、あのー、ちゃんと理由を言えるようにしておいてください。 これ、ね、言葉で説明すると結構しんどいです。いきますよ、R ならば P または Q というのはこういうことです。45度の内角が一つもないならば P または Q、えそれは3つの内角がすべて異なるかもしくは直角三角形ではない、これが進化か、器かのーってわ、ね、からねーってなりませんか、これ。えー、で、えー、実はヒントがあるんです、これ。何だと思う実はこの形、どっかで見たよね。カッコ1番です 1>, えー、1番で、えー、これ R ならば P または Q こいつの待遇を出しましたよね待遇をで待遇って有名だったよなそれは必ず命題と待遇の真偽は一致するんですこれ <laughs> いい従って「っ1」よりちょっと下いこうかなはい「1」よりえっ、ー、と「R ならば、えー、P または Q はいこいつの待遇いい 対偶なんですけれどもこれ確か P バー、えー、かつ Q バーならば R バー、えー、これが進化技科だったら実は簡単に分かっちゃうんですえっ、ー、と言葉で言ってよろしいですかこれもう書きませんよこれいきますよ、えー、P バーかつ Q バー、まあ、かつですから分かりやすいよねまたはだからしんどいんです、えー、P バーって何かというと三つの内閣がすべて異なるの否定ですってことはどういうことだ三つの内閣がすべて異ならない 言葉ちょっと悪いですねもうちょっと、えー、正確に言葉を、えー、言い換えましょうかそれは、えー、3つの内角のうちどれかは等しいはずです少なくとも2つは等しい大丈夫ですか、えー、つまり内角は全部バラバラっていうのはなしってことねでかつ、はい、9バーそれは直角三角形でないの否定ですつまり直角三角形です、えー、とそんな三角形ならば R バーつまり45度の内角は1つもないの否定ですから45度の内角は、えー、1つはあるっつってんだ ここれが進化以下です。さあ3つの内角のうち少なくとも2つは等しくて、えー、実は直角三角形なんとそんな三角形って1個しかないでしょ1個しかそれは直角三角形で少なくとも2つが等しいってことは、えー、こことここの角が90度と等しくなることはありえませんからこことこ等しいしかありえないのこれどんな三角形直角二等辺三角形です。 直角二等辺三角形ってことは必ずここ45度ここも45度になるでしょつまり P バーかつ Q バーの条件っていうのは必ずこの三角形しかありえませんならば R バーであるつまり45度の内角はえ少なくともつもないの否定ですから一つはある進化、真か偽化っていうかあるじゃんありますやんこれしたがってこいつは丸なんです待遇が真ならばえ元の命題もこれ真ですしたがってこれ丸です 終わりはい、よって、えー、この問題の R は何条件ですかって言ってますからこいつは何条件かですよ矢印の向きは右に右向きが成り立ってるだけ、えー、矢印の向きに従って、えー、重質って覚えておく重質い。つまりこちら側のことを十分条件と言いますこちら側のことを必要条件と言います、えー、従ってこいつが十こいつが必要なはいということでこの問題の R は答え十分条件ですから答えは丸二番っていうふうになりますはい従って、えー、十分条件 はい、したがって答えは、えー、丸二番、えー、これが正解でした。はい、えっ、ー、とまあ一番こんな感じです。あの答えはねポン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 ってね、あのー、えっ、ー、と選べることができるんですけども、しっかりとね数学的にちゃんとね、あのー、これだっていうふうに言い切れる状況でないとあの満点を取るのは難しいと思います、えー。っていうところでしょうかね。はい、まあウォーミングアップじゃないんですけども、大丈夫かサクっで間違いがせずにま引きずってますわ。もうもうちょっと今テンション下がってるもんね。ちょっと二番から挽回はるから。